これで解決。仕事と心の問題。ナビゲーターの伊藤誠理です。法政大学の広川進です。本日の事例はこちらです。当社が元請けの建設現場でクレーンから鉄骨が落下し1人が死亡、2人が重傷を負う労働災害が発生しました。顧問の社労士に再発防止と会社の方針表明も重要ですが、従業員の心のケアも重要ですよとアドバイスされましたが、当方にはノウハウがなく何をしていいのか分かりません。現場はしばらく閉所しようかと思っていますが、ただでさえ工期の遅れがあり再開を急ぎたい気持ちもあります。どうしたらいいでしょうか、ということで、広川先生、こちらいかがでしょうか。はい、まず絶対 NG なことからですが、はい、ここにその工期の遅れがあって再開を急ぎたいという気持ちがあるというふうにありますけど、まあ、まずはこれ現場止めないといけないですよね。そうですよね。もう人亡くなってますから、うん、原因究明とか安全対策をこう再発防止っていう、うん、まあ、原因がある程度分かってそれに向けてのこう取り組みっていうのがある程度こう見えてこないと、まあ、これでもよくこういう事故が起きて、止めない現場っていうのは時々あるんですけど、 あってほしくないんですけど、でそれで動かそうとするんだけど、結局働いているその現場の人たちがもう怖いからやめてくれと、勘弁してくれっていうふうに、まあ、ボイコットしてくることもあるくらい、まあ、そこで働いている人からすれば、そこで亡くなっちゃった人もいる現場で、まかり間違えば自分だったかもしれないわけですよね。だからそういう意味ですごい不安ですし、そこをまずこう、何か対策を取ることによって、少しでも安心して仕事に再開できるようにっていう取り組みをしないで再開しようとするのは NG ですよね。でこれも警察が入ったり労災案件ですから労基署が入ったり、そしてこう現場検証があったり、はい、そういうことにちゃんと会社は協力してやって、安全確認体制っていうもののチェックを、まあ、することが必要です。まあ、しないことが絶対 NG、はい、でこれノウハウがなくってって書いてあるように、うん、この、まあ、これはまあリスクマネジメントのケースだと思いますけど、うん、まあ、こう会社がこういうことが起きた時にどういう対応しなきゃいけないかっていう、まあ、マニュアルもちゃんと作った方がいいですし、はい、まあ、作っているという会社でも昨今 その心のケアっていう観点の、マニュアルまで入ってるところはまだ少ないんですよね。ですから従業員の人たち この心のケアとか、それからまあご遺族の心のケアとか、うん、まあ、こういったものまで視野に入れたマネジメント、リスクマネジメントのマニュアルが必要だと思いますね。はい、で解決のポイントで、従業員の心のケアが必要だって社労士が言ってたって、まさにそうなんですけど、はい、こういった案件というのは、これは三次ストレスというこう中に三次この三次はですね、漢字で書きますけど、はい、第三次の三次ですね、うん、三次ストレスと言いますと、はい、でこれはもう本当に生死のこう死ぬほどの目に遭うとか、怪我をしちゃうとか、うん、まあ、自分がそういう危ない目に遭うとか、あるいは同僚とか身近な人がその亡くなったり怪我をするっていうのを間近で見るとか、まあ、そういう第三次ですよね。でその第三次にまあ、その場に居合わせるとか、あるいはもうちょっと間接的にテレビで映像を見たとか、その話を伝え聞いたとか、まあ、そんな人も含めて、まあ、そういう、三次の現場を見たり見聞きした人に起こるストレス反応のことを三次ストレスと言っていますと。初めて聞きました。そうですよね、はい、まだまだね、馴染みがないですよね。でそれその惨事というのは、例えば自然災害、
まあ、地震とか台風とか火災とか、それから今回みたいな事故とか事故事件、まあ、地下鉄サリン事件みたいのもあれば、テロもあるかもしれないし、あるいは 暴力なんかもそうですよね。まあ、こういったことにさらされるときに、三次ストレスって言いますし、まあそこでこう同僚が亡くなったり怪我をしたりした状況を見るときにも起こりやすいと、うん、そしてその今回みたいに同僚が亡くなってるわけで、本当にまかり間違えば自分もその身の危険があったかもしれないと、しかもその状態でこれからも作業を続けていかないといけないという時にはこの三次ストレスが悪化しやすいというふうに言われていますね。で、これがこの影響はですね、どんな反応が出るかっていうことなんですけど、乖離、この乖離がまずあって、はい、呆然、あまりのね強烈な現場なので、うん、呆然自失、それからその時の記憶がスコンって飛んでしまって思い出せないとか、うん、それから感情が全くこう感じられない、うん、まあ何ですかね、安全を守るためにヒューズが飛ぶみたいな感じですよね。回路をそこで遮断してしまうっていう、強制終了みたいな、なんか現実感なくなるみたいな。あ、そうですね、そうですね、自分はそこにいたけどいなかったかのような、うん、映画見てる、はい、そのことによってこう自分が直接傷つくことをこう防いでるっていうか、防御だと思いますけど、それからフラッシュバックですね。フラッシュバック、今度はやっぱあまりに強烈な場面なので、その凄惨な何かね、こう遺体見たとか落ちてくる瞬間見たとか、そういう衝撃的なこうシーンが映画の一コマみたいにこう切り取られて、そのシーンがこう刻まれちゃうんですよね、うん、そうすると時間が経ってってもこう普通の記憶ってだんだん過去に思い出となって薄れていくんですけど、この衝撃的な場面だけはこう時間が経っても薄れなくて、うんうん、何回も、はい、で何か思い出させるようなこうなんかきっかけとか、なんかテレビで同じようなシーンがあったとか、それから1年経ったその一周期とか、うん、アニバーサリーって言いますけど、その周年のあこの日がとか、まあ、命日みたいなやつがある時なんかにまたこう思い出す。でその思い出し方っていうのは過去をなんか静かに思い出すというよりは臨場感が溢れる、もうその場に今立ってるような、そういう生々しい蘇り方をするので結構苦しいんですよね。同じようなその時起きた感情とか生理的なものがもう一回全部再現されるみたいな、追体験みたいな。あ、そうなんですね。まあ、今だとなんだっけ、バーチャルリアリティのメガネでこうなっちゃうみたいな、あれが脳内でこう再生されちゃうみたいなことですかね。であとこれに回避、回避、なるだけそのことにこう近寄らないようにするっていう、その話題も避けようとするし、うん、だからもう爆発関係の映画とか見たくないとか、思い出すことも蓋をしようとする、話題にしないようにする、それから覚醒、ちょっと難しい字ですけど、行進、書いたことないね、この更新のコーナーでね。覚醒はこう覚醒するですよね、なんだ、すごいこう鋭敏な感覚、研ぎ澄まされた感覚でちょっとした物音でもビクッとするみたいな、うん、ことで、まあ、それがすごく強まっていくっていうことですかね。ですからものすごくビクビクするとか、警戒心がすごく強くなるとか、まあ、これも全部この防衛反応っていうか、これらみんなあまりに強烈なことを体験したので、それからこうそれを直接的に自分がそれにこう侵襲されないようにみんな守っていることなんですね。でもう一つはサバイバーズ
バイバーズギフト、サバイバーズ生き残り、生き残った人の罪悪感、生き残り罪悪感、これすごくこういう惨事とか起きた時に、特にこう亡くなってる人がいたりすると、うん、自分だけ生き残ってあの人亡くなってると、例えばこのクレーンで亡くなってますけど、クレーンを操縦してた人とかいるわけですよね。そうすると、まあ、その原因究明の中で何が直接の原因だったかっていうのは分かりませんけど、このクレーンを操縦してた人からすれば、これ自分の操作ミスで人を殺してしまったっていうふうにものすごくこう自分を責める可能性がありますよね。で、同じようにその鉄骨となんか針金でこう祝いてたような人は、自分の結び方がね、これ不十分だったから落ちちゃったんじゃないかとか、こうみんな関係者がそれぞれこう自分があの時もっとちゃんとやっていればこんなこと起こらなかったんじゃないかっていう、みんなその人その人の持ち場で、自分の行為をこう反省というか後悔したり、まさにこの自分を責める罪悪感ですよね、まあ、これを感じるのが、まあ、一般的にそういう残された人たちはこれを感じるわけですね。でさらにもうこれのちょっと発展、組織や仲間への不満不信感、まあ自分に対してこう自分がこうちゃんとやれなかったから亡くなっちゃったんじゃないかっていう、まあ、自責の気持ちと、こっち他責ですよね、今度ね。もっと工場長がね、現場監督がちゃんとやってればこんなことにならなかったのにとか、それこそクレーンの操縦してるあいつがちゃんと操縦してなかったからだとか、こう自分を責めるのと、もう一方逆に誰か他人のせいにして自分が楽になりたいっていう気持ちが働くので、そういうこう誰かをのせいにしてその人にこう不満をぶつけるとか不信感とか、まあ、こんなことが全部こう反応としてですね起こる可能性がありますと、はい、だから今言った心のケアっていうことを考えた時に、まあ、こういうことが起きかねないっていうか、起きても不思議じゃないっていうことを踏まえて、ケアしていかないといけないと、いうことなんですね。でもじゃあどうやっていくかっていうと、ここに IESR、 これ、はい、よいしょ、 IESR、はい、IESR っていう頭文字を取ってるんですけど、出来事インパクト、出来事インパクト尺度、出来事インパクト尺度、まあ、こういうチェックテストがあるんですね。惨事ストレスとか PTSD とかそういうのの経験をした人がこうどの程度のその影響を受けてるかっていうのをこのテストで測ることができるんです。そういうのがあるんですね。はい、でこれがですね88点満点、全部こうとてもっていう激しいとかひどいっていう方に全部つけると最高で88点なんです。でこれのうちの25点以上の時にこれ要ケアというふうな基準があるんです。ですからまあ、こういう今回は現場にいる人たちがこう50人とかね、かなり大規模な、現場の場合、一人一人に面接して調子どうですかって聞いてたらすごい時間がかかるし、うんうん、遅くなっちゃいますよね、はい、だからあるところで何ですかね、もう関係者集めて、で今後のここ安全とか再発防止にこう取り組んでいくとか、それから皆さんの心のケアにやっていくっていうふうに、それこそ現場監督とか工場長とかが言ってもらって、
でこの ISR って質問紙を配って、で記名式で書いてもらって、でそれの25点以上の人をピックアップして、でその人たちは優先的にこうカウンセリングが受けられるように、します、うんうん、そうすると非常に効率よくこうスクリーニングっていうか、ケアが必要な人、その可能性のある人にたどり着けますし、まあ、何人ぐらいその要ケアの人がいるのかっていうのがこう見つけやすくなりますよね。それでだからその要ケアの人が5人なのか10人なのか30人なのかによって、今度面接する人、これをこう用意していくと、心理職とか看護師保健師とか EAP のサービスを使うとか、そんなふうにこう計画を立てていきますよね。はい、そんなことが従業員の心のケアで必要な手順かと思いますね、はい、はい。それでは本日の解決のポイントです。心のケアを含めた危機管理マニュアルを作る、 IESR を活用しいち早く要ケア対象者を見つけケアをする。広川先生ありがとうございました。ありがとうございました。これで解決仕事みたいな感じです。仕事と心の問題